Saturn horizon. The sea, gentle the heart, as big as the ocean. Reach out.私の名はケンペルと申します。お招きに預かり、まかりっこしました。以後何なりとお申し付けください。僕はエミールと言います。訳あって騎士団にお世話になることになりました。よろしくお願いします。 アマネです。忍者でボディーガードやってます。よろしくお願いします。こんにちは、フラミーと申します。白妖騎士団の管理官を担当しています。よろしくお願いいたします。お初にお目にかかります。白妖騎士団の当主に仕えておりますサーシャです。どうぞよろしく。 俺はブーザー。こう見えてもこの辺じゃちっとは知られた漁師だ。まあよろしく頼むわ。俺の名はライナー、ジャスパー一家の切り込み隊長よ。自慢の体験でどんな奴でもぶっ飛ばしてやるぜ。 来る。だいぶ揺れてきたな。ユリ、火事に異常はないか。はい、異常ありません。おかしいですね、ダンカン船長。さっきまで波一つなかったのに。急にしけてきたのかもしれん。はい、わかりました。船長、大変です。どうした、ラナ。何が起こった。魔物です。魔物が船を襲ってきました。
ぜ。かかってこい。大丈夫？怪我はない？島なる者を退けよ、アリエス・スターライト。ありがとう。やつが海に潜るぞ。大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。だがあのイドラの攻撃で船体がだいぶ傷んでしまう。そういえば、あの女の子は？攻撃された衝撃で吹き飛ば…アンナ様、船の接岸完了しました。白陽騎士団、行動開始可能です。
どうしたの？かかってきなさい。調べる。フォルテッシモ。この程度。さあ。行きます。はあ、それどうだ。切り裂きます。みんなの力のおかげで勝てたんだよ。今後もよろしくお願いします。ユリ、なかなかの。様、行く手に正体不明の物。行きます。はあ。えい。いざ。いざ。はあ。どうしたの？かかってきなさい。はっ、えいや。いざ。この程度。これでどうでしょう。行きます。はっ、それふっ、はっ、はっ、この程度。分析完了です。奏でましょう。ありがとうございます。はそれふっ、はえいや。ありがとうございます。つまびく調べる。フォルテッシモ。はぁ、切り裂きます。みんなの力のおかげで勝てたんだよ。なりました。お待ちを。それ
どうしたの？かかってきなさい。行きます。ターン。切り裂きます。準備は万全です。僕の出番だね。全力で参ります。はい。僕の出番だね。奏でましょう。ありがとうございます。天を見上げて走れ。迷いを捨てるため、マークスターライザー。ふっ、とどめです。ありがとうございます。つまびく調べはフォルテッシモ。お父さん、お母さん、僕に力を貸して。はあ、皆さん、お怪我はありませんか？まだまだこれからだ。助かった。鍛えていってね。くれたんですね。嬉しいです。
ブーザー、シェルタンの港町まではあと。勝負だ。さあ来い、ライナーザスラッガー。そこだ、逃がすかよ。
これで終わりか。今後もよろしくお願いします。うまくローとカオスのものを使いこなし。よし、坂を越えたぜ。力を与えましょう。どうしたの？かかってきなさい。行きます。えい！いやあ！いた！覚悟しろ。これも水の力です。ターン。逃がすかよ。うわ、気にじゃねえかよ。なし。白目が来たぜ。僕の出番だね。後から来ますよ。潰すぞ。天を見上げて走れ。迷いを捨てるため、マークスターライザー。下道に用はねえ。目にもの見せてやる。容赦しねえぞ。忍びの奥義を今ここに。交代、受けたまわりました。行きます。まだまだこれからだ。
少々傷を…ステラ、あなたの力を…
門を開きて群れからいでよ、気高き白妖がごとく。まだこれからだ。成長したみたいです。強くなります。今後もよろしくお願いします。なんとか倒せたようね。シェルタンの港町も無事なようです。ブーザー、あんた大丈夫かい？おお、サンドラ、船は壊れちまったか。俺はこの通り無事だぜ。船が壊れたって、ちょっと、許してくれ。あれが奴の繊細なサイ君とやらですかな。やれやれ、カオスどもには品がない。殿下、何はともあれ。ああ、だが、よい。セルム、ステラ殿、そしてアンナマリー殿、ぜひテートレグルスにお越し、それまではこのローザ護衛という間、旅は握り。ユリ、あなたも私たちの、え、あなたも分かったでしょ。このスカツテ・ヴァンドールはそのダークファルスの眷属で、そして私たちのようにあなたも船を降り、あ、よろしくお願いします。いろんなことをこの目で確かめます。こちらこそよろしく昔を思い出すわね。え、うん、なんでもないの、気にし、よし、話は決まり。ダンカンには使いを出して連絡しておくわ。よかったわね、ステラ。これからは、え、お母さんごめんごめん。ステラ様、輸送隊の荷物の中から予備の仮面を発掘し、ありがとうさ。これから騎士団でお世話になるよ。よろしく。ユリーでいいよ。はい、よろしく。とりあえずみんな、ダークファルスの眷属たるイドラがダークファルスの帯同を受けて活動を活発化させつつあったこの時にも、人々はローとカオスに分かれ、互いに歯を競い合うばかりであった。ローが治める正統レオリア帝国とそれに従属するカオスの民の間にも一触即発の気配が漂っていた。